皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけで本日なんですけれども、大掃除アイテムを私のチャンネルでご紹介していきたいと思います。長い間一人暮らしをしていたんですが、この度ね、実家住まいに変わりましてね。で、今住んでるところは大体もう35年ぐらい経ってる家なので、結構、まあ、家自体はそんなに綺麗なところでもなんでもないんですけれども、特にさ、ちょっと私すっごい気になるところがあって、水回り、水道のさ、中、排水管の中とかめちゃめちゃ気になりません？絶対汚いよね。なんかさ、上から見てあの穴も絶対中汚いなーって、本当に汚いなーってすごい思ったりしながらいつも見てるわけですよ。たまにあん中に物が落ちちゃっても絶対拾わないとか思いながらいつも見てるから、あそこの中を掃除したいというわけで、本日こちらを購入してきました。じゃじゃーん、こちら SNS でバズった商品、バブルーンです。というわけでね、このバブルーンというのは、この洗面台の排水管の汚れや詰まりを洗浄してくれるというもので、なんか泡がすごい噴射されて、その泡で汚れを取るぞっていうお掃除アイテムらしいんですよ。 TikTok でめちゃめちゃバズったんですよね、ちょっと前に。それでもう本当に今ネットとかで購入しようとすると、ロハコとかアマゾンとか楽天とかで結構いろんなところで売ってるんだけど、どこも完売してるんだって。薬局さんでは割と置いてるところには置いてるというわけで、私ね、ウェルシアで買いました。店舗によるのかな、ちょっとチェックしてみてください。一貫700いくらだったかな、700円ぐらい、700ちょい超えぐらい、税込みでぐらいの値段で買えます。で、この一缶で 200ml 2、3回分っていう風に書いてあります。アース製薬のものですね。こちらをちょっと今回は使ってみたいと思います。使用方法、使用前、缶を上下によく振ります。しっかり10回ぐらい振るんだって。オープン、なんかここにね、オープンロックっていう文字が書いてあるの見える？オープンロックって書いてあって、このオープンの方向に回してロックを解除して、で、この特殊な形状してるここの上の部分、これを思いっきり洗面台の排水口を特製ノズルで塞ぐようにこうやってセットしますと。ほい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 。それで、排水口に対して水平になるように缶を押し付けます。汚れ詰まる、一気に押し出します。使用量の目安は3から7秒程度、本当に一瞬で終わるんだね。これがもうとにかく汚れがガサって落ちるぞっていうのと、なんかとにかく泡がすごいみたいなので、35年ものの排水口の汚れというのをこの際片そうと思います。というわけでやっていきたいと思います。スタート。なんかね、ここにロックがあって、これを今オープンに回したじゃん。7秒噴射するんだって。いくよ。で、そうするとここになんか、あの、なんとか口があるからこう出てくるらしいです。3、2、1。え、出てこない。繋がってる、うち繋がってる。あ、出てきた。こっち側から出てきた。どういうことだ。どういう、で、なんか多分こっちから出てきたから、排水口多分ぐるっと一周、今泡が全部埋まってる状態だから、このまま30分つけ置きするとより中の汚れが浮いてくるみたいなっていう感じらしい。最初にさ、私さ、10回ぐらい振るって書いてあったのすっかり忘れてて振ってない。香りが爽やかな石鹸の香りというわけで、すごいいい匂いがして。はい、というわけでね、噴射してきました。バブル。なんか、すごい匂い。すごい爽やかな石鹸の匂い。結構 SNS とかでバズった動画とか見ると、反対側の穴からニューって出てくるじゃん。あの、ニューって出てきた時に、すごいカビとかと一緒に出てきたりするみたいなイメージがあったんだけど、さすがにスッて触ったくらいじゃ、カビも多分浮かないから、ちょっと剥がれかけてたカビとかが多分一緒に出てきたのかな。私なんかもっと真っ黒いの出てくるのかと思ったら、意外と真っ黒いの出てこなくって、途中なんか意外と出てこなくてびっくりしちゃったけど、7秒ぐらい噴射ってあるので、まあ、意外と7秒って結構押してるのかなと思います。本当にあれだから、ここの下のさ、排水口に噴射して、反対側から出てくるってことは、やっぱ中のさ、管の部分、排水管の部分がみっちり泡で埋まってるってことだから、このまま30分つけ置きすると、中のカビとかがより浮きますよってことなんだね。だいたい今2分の1ぐらい使った感じがあるかな。終わったらこちらをロックっていう方に戻すと OK です。これが SNS で流行ってるお掃除グッズなんだって。一番最初さ、缶を上下に
によく振りますっていう説明書き、私あんなにオープニングで言ったのにすっかり忘れて、若干ちょっと揺らしたぐらいの感じでやってしまったんですけど、まあ泡は出ました。皆さんが使うときはちゃんとよく10回振りましょう。見えないところのお掃除って大事。後で水を流していきたいと思います。まあ水流してもさ、結局中の管だからどんだけ綺麗になったかっていうのは正直わからないところではあると思うんだけど、とにかく泡がすごいなって感じですね。マッハ泡バブルーンというのを今回使ってみました。ぜひやってみてください。というわけで、これからもアラさんの気になる情報をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、瀬戸セラでした。バイバイ。